ジャンルにこだわらずシンプルに素敵な音楽を紹介していく音楽トーク番組ミュージックウィズ、毎週素敵なアーティストの皆さんをご紹介していきます。先週に引き続き今回もアンリミテッドトーンの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、まあ、先週もいろいろお話、はい、あのお仕事についてお伺いさせていただいたんですけど、はい、まあ、今回はプライベートの皆さんのお話をお伺いしていこうかなと思うんですけれど、はい、なんと、はい、まあ、皆さんあの普段3人ともそれぞれ、はい、まあ、別のことをされてると思うんですけど、普段は何をされていますか、うん、皆さん。そうですね、あの3人住んでるとこも違うんですよ。あ、そうなんですか。僕神戸で、はい、2人東京なんですね、まあ、出身は大阪、九州、はい、兵庫なんですけど、バラバラなんですね、中でまあ僕から言いますか。そうだね、あの最近、あ、僕はですね、はい、あの新事業をやっておりまして、はい、まあ、歌と音楽とはまた別で、真珠、まあ、真珠パールですね、うんうん、はい、これですね。あ、今もつけさせていただいてミュージックウィズさんにもね、番組にこのパールジュエリーの提供もさせていただいてるんですけど、その自社でアコヤ真珠の養殖業をやってるんですね、うん、養殖そして卸小売店が神戸にありまして、スポペルという真珠専門店をプロデュース、そして自分でもこういうのを作ったりしてるん で、うん、でそういうものを、まあ、本当はねすごく高価なもんですけど、まあ、自分のところで養殖してるっていうところからすごくクオリティの高いものをお求めやすい価格で、あの普段使いしていただきやすいようなアクセサリーを作ってですね、皆さんに提供させていただいているって感じなんですよ。本当に音楽とは全く違うところではあるんですけど、うん、全然違いますもんね。全然違いますでもね、でも、うん、すごくステージ映えするものだし、うん、あの正直もう全然パール興味なかったんですけど、うん、ね、うん、そう、パールって言ったらなんかこの冠婚葬祭のこういうね、ネックレスっていうイメージが僕ももちろんあったんですけど、うん、あの仕事で関わらせてもらうようになってからやっぱり考え方もやっぱ変わりましたし、うんうん、本当に奥深いんですよね、うん、生き物が育てるね、まあ、唯一と言われる宝石なんで、うんうん、全て同じ形とか色味がないんですよね、うん、一つとして、うん、そこに深いなっていうところから、うん、自分のところで養殖している真珠が、あ、これだけ綺麗なんだなっていうのがまあ分かってきて、うん、あ、さらにまあやりがいを感じながら、うん、こうやって皆さんにつけてもらって、良平ちゃんとかね、そう、色も本当にいろんな色ありますよね。そう、いろんな色がね、実はあるんですよ、うん、こう貝の内側とかパカッて開けた時って、うん、7色に光ってたりするでしょ、うん、はいはい、あれが結局真珠層になるので、うん、本当はいろんな色があるんですけど、うん、はい、そういうのをまあ楽しんでもらえたらなということで、うん、プロデュースさせてもらってます。 いつもありがとうございます、ね、ありがとうございます。チョイスもね、うん、いいですもんね。そう、そうですよね、あまり見ないでしょ、こういうなかなか見ないデザインですよね、はい、ネクタイっぽく僕つけるのすごい好きなんで、おしゃれに、こういう、まあ、ネックレスにもまあできたりするんですけど、うん、まあ、ルーちゃんがつけてるような感じの形、ね、ね、うん、僕ルースも両兵もパール絶対つけない、つけたくないって言ってたんですけど、うんうん、多分イメージがね、うん、合わせてくれるから、やっぱり本当に、うん、そのイメージがあるんで、うん、そうなんですよ、すごい皆さん似合ってますし、そうでしょう、すごい輝いてます。あとで請求、あとで請求しとくね。そうです、請求が来る。はい、なるほど、真珠もありがとうございます。いつも本当にとんでもないです、お世話になってます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次僕、はい、僕はあの、はい、ソロで、はい、アルバムを最近去年から引き続き活動20年の松藤良平のベストが、はい、リバー、そしてモスというアルバムがリリースされました、うん、アンリミのね、あのアンドライフっていうアルバムをプロデュースしてくれた臼井ミトン君が、はい、プロデューサーに入ってくれて、そしてもう一人プロデューサーでアンリミのルースも携わってくれて、はい、ついに完成しまして、ぜひよかったら聴いてくださいということで、はい、ありがとうございます。いや、その20周年すごいです、すごい20周年の記念に、はい、その曲はどんな曲が詰まってます？20年間の年間、もうベスト、うん、もう松藤良平といえばっていう曲をプロデューサーに選んでもらって、うん、そしてレコーディングしました、はい、そのレコーディングにはどのぐらいの、レコーディングはね、あのちょうどコロナが始まる前だ
から3年ぐらいですかね、はい、3年、うん、なかなかね、3年も長い、はい、まあ、コロナの3年前ですかね、はい、もう、はい、3年もかかったんですね、なんとか出来上がって、すごい、はい、もう1年でオリンピックやもんね、本当ですね、そうですね、何の話確かに本当に長い期間、はい、じっくり、はい、作らせてもらったので、うん、ぜひとも聞いてみてください、よろしくお願いします。アルバムをずっと作られてたということですかね、はい、はい、すごい、いやそれさっきちょっと見させてもらったんですけど、はい、曲それぞれ違うんですよ、違います、デザインが違うのかと思ったんですよ、私デザインがね、まあ、ちょっとだけ違うというか、うん、同じような感じのデザインなんですけど、あのコンセプトがいろいろありまして、そう買って聞いてみて一応、はい、1枚目、うん、リバーリバーね、そう1枚目リバー、ね、2枚目がモス、モス苔なんですけど、そう、川が流れて、ね、川べりって苔が生えてくるじゃないですか、はい、それってこう時間の経過をこう意味していて、で最初の1枚目はリバーで、2枚目が苔という意味のモスという苔むすっていう時間が経ちましたよっていうような意味なんですけど、この20年のその、まあ、思いが詰まっているよっていうような、そういう、ね、うまいこと言う、これどこで買えるんですか、これはですね、あの CD ショップで、もしくは今いろんなあのサイトでも聞けるので、うん、ぜひチェックしてみてください。あと買いたくないなって人は、うん、僕のお店来たら聞けるんで、そうなんです、全然大丈夫、神戸のスポペルに行ったらあのタダで聞けます、聞けますね、はい、りょうちゃんの曲聞きながらドディがあのスタイリングしてくれるという、はい、めちゃくちゃいいですね、いいのかどうか分からない、いいのかどうかちょっと分からないですけど、はい、ありがとうございます、そういう風になってます、はい、ありがとうございます、うん、皆さんぜひ聞いてください、はい僕はね、はい、最近、はい、ね、特に何もしてないんですけど、まあ、結構作曲されてますしね、うんうん、いろいろそう、ね、アルバムも先ほど手伝ったりとかもありましたもんね、はい、そうですね、まあ料理とかね、あ料理、はい、料理作る方ですか、ルーちゃん上手なんですよ、料理が、全然そんなイメージ、持ってるイメージなかったです。すごい軽く失礼。すいません。いやいいよ。いやでもそう、いいイメージはそれぞれ自由。料理めっちゃうまいっていうか、え男性であんまうまいっていうのは、確かに確かに、ね、イメージがないんで、うんうん、びっくりしました。うまいかどうかわからない。うまい。皆さんが言うんで、多分うまいんですよ。僕がすごい納豆嫌いだったんですけど、納豆、ルーちゃんの納豆パスタ料理をたまたま食べた時に、うん、それも大昔の話ですね。はい、納豆食べれるようになりましたから。すごい納豆を乗り越えさせたすごい、そう、あとはアンリミのなんか料理企画みたいなファンクラブ限定の動画をね、うん、アップする企画があって、その審査員を澤田千佳子さん呼んでね、うん、あの審査員してもらったんですけど、ありました、ね、3人で料理作るっていう中でも優勝していました、優勝してますから、はい、すごい、はい、普段はあの人参が好きなので人参ばっかり炒めてます人参は人参炒めてるってどういうことですか人参も炒め方がいっぱいあって人参食べてる人参だけ食べてるみたいな人参しりしり人参チャーハンにしたり人参パスタにしたり人参チャーハン人参チャーハン聞いたことあるないね人参チャーハン人参人参にいっぱい入ってます絶対そうやろ甘いチャーハンになるあそうそうなんですだよね、甘くてすごくあの香ばしいチャーハン、味付けが気になるな人参だけでしょ、人参チャーハン、え人参チャーハンってご飯入ってますよね入ってますありますねあちょっと絶対入ってる絶対入ってるわそれ入ってなかったらもう人参やん人参チャーハンご飯なかったら人参チャーハンそこそこですか人参茶人参もう意外すぎてびっくりしたうう家でただ人参食べて食うてるやつもう頼むわ甘いって言われたんで今あ人参入れると甘くなるでもチャーハンに人参って入れます、うん、あんまりちっちゃいの入ってるよねちっちゃいの入りますね、うん、でももうちょっとね大粒にしてへ、ね、美味しいんですそうなんやね、まあなんやろな食べたいと思わなかったけどね。でも目の前にすると食べたくなるかもしれない。すごい。まあそんな、はい、そういう一面があります。そうだね。
Try, try, try 君を愛してると Cry, cry, cry 涙がこぼれそう My, my, my 君が全てだから会えないと君も頑張ってこうありがとうございましたありがとうございます先週とはちょっと違って今週はちょっと音程が低めの合唱、うん、合唱っていうかう、ね、あの、うん、ハモ、うん、ハモり方確かに確かに、うん、音程というかテンション低めでちょっとやってみる、うん、そんなことない冗談いやそんなことないと思うんですけど冗談ですけどいやなんか先週よりも心が和むような感じのありがとうございます先週はチェンジでしたっけ、はい、あのテレビ CM でね、うん、もう4年ぐらい使っていただいてた曲なんですけど、うんはいあの某建設会社の CM に使っていただいてたチェンジをお届けしまして今回は、トライトライトライというアップな、ね、曲でお届けしてみましたありがとうございましたありがとうございますそんなお三方ですが、はい、あの夏にライブがあるんですよねはい、はい、そうなんですよ、うんはい、あの有観客の、まあ、コンサートで、まあ、大きな規模でなかなかできなかったんですよねやっぱりコロナ禍っていうこともあって、うんはいでいろんな制限がある中でやっぱりその配信のライブさせていただいたり、うん、何回かねさせていただいたんですけどその中でやっぱり、ね、そのちょっと限定した人数でやってたんですよ、うん、どうしても会場にのキャパに対して入場制限っていうのがかかってしまってたので、うんそれでなかなか来れないというお客さんがたくさんいたので行きたくても行けないという方がいたのでできるだけそういう方をなくしたいなということで大きな、まあ、ホールですね、うん神戸にあのフェリシモさんの本社がありまして新社屋ができたんですけどそこのねステージフェリシモホールっていうところがまた素敵なね、まあ、木の空間なんですよ、うん、下がね広い空間でそこでワンマンライブが7月の3日の日曜日にさせていただくことになったんですね本当楽しみですねはい、はいうん、ぜひ皆さんはい、はい、7月の3日の、はい、7月3日の日曜日ですねはい、はいはい、ぜひ会場に足を運んでくださいでは最後に皆さんにファンの、まあ、ファンの皆さんにメッセージの方をお願いいたしますはいはいいや本当久しぶりのねホールでのライブになりますので、はい、皆さん本当にぜひお待ちしておりますよろしくお願いしますお願いします先週に引き続きアンリミテッドトーンの皆さんでしたありがとうございましたありがとうございました来週もまた見てくださいバイ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 